本日は全日本プロレス2016世界最強タッグ決定リーグ戦記者会見にご来場いただきまして誠にありがとうございます。2016世界最強タッグ決定リーグ戦は12月3日仙台大会より開幕いたしまして、12月14日豊橋大会までリーグ戦を行います。そして優勝決定戦を12月18日後楽園ホール大会で行います。12月3日仙台大会、12月18日後楽園ホール大会はサムライ TV 様の方で放送させていただきます。12月11日大阪大会はガオラ TV 様で放送が決定しております。さあそれではまず2016世界最強タッグ決定リーグ戦開幕になっておりまして、ドリーファンクジュニア PWF 会長よりご挨拶でございます。Welcome to All Japan Pro Wrestling's Real World Tag Team Championship Tournament. There are so many great participants, and this is such a historical event. 私は The Funks, Sunkai, three times, Real World Tag Team Championship.So important to professional wrestling in Japan. So many great wrestlers. They are going to be out here soon for you to meet and see. But champions, everyone deserving of being a champion, will be competing. 12 teams this time. 12 teams competing to see who is...The All Japan Pro Wrestling Real World Tag Team Champion. It will be such an honor. You wrestling fans, don't miss it. Please come out. Watch this great tournament. And all wrestlers in the tournament, 頑張ってください。Do your best. Thank you very much.皆様、世界最強タッグ決定リーグ戦のセレモニーをお越しくださいまして誠にありがとうございます。私は、ザ・ファンクスとして、オープンタッグから入れて 3度優勝しております。この、暮れの祭典は非常に全日本プロとして重要な戦いとなっております。今年は12チームに参戦しまして、トップを目指し頑張ります。ここの大会で優勝するということはすごく、素晴らしいことだと思います。皆さん、頑張ってくださいとのことです。ドリーファンクジュニア PWF 会長の挨拶でございました。ありがとうございました。シンダープリース。 OK Thank you very much. どうもありがとうございました。 Thank you。さあそれではお待たせいたしました。ここで2016世界最強タッグリーグ全参加チームの入場でございます。
以上全12チーム参加でございます。なお西村治選手は公務のため、剣道家選手は謎の欠席の理由のため、記者会見を欠席させていただきます。それでは全12チームに意気込みのコメントを聞いていきたいと思います。まずは諏訪間青木組 A グループでございます。こちらで諏訪間選手意気込みのコメントをお願いします。まあ、去年あの最強タッグ俺は優勝してると、ただ俺の、ね、前に今座ってる、小名前が諏訪がもう、この間両上調子になって、もう本当俺も腹立ってるんで、まあ、今年の最強タッグはもうめちゃくちゃしてやろうかなと思ってますね。とにかくまた今年優勝して、ボコボコにして、諏訪もここにあるっていうのを見せつけていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして青木敦選手コメントお願いいたします。今年は相馬選手との、タッグということで優勝しか狙ってません。以上です。ありがとうございました。続きまして A グループ真下健吾タンク長井組より真下健吾選手意気込みのコメントお願いします。はい、海援隊道場の真下健吾です。このタンクとのタッグで一昨年ですね、2年前にも出てるんですけども、それ以降も2年間同じチーム同じユニットで、やってきて、あの時より、チーム力上がってます。実力も上がってると思うんで本気で優勝を狙えると思ってます。一発やってやろうかなと思ってます。ありがとうございました。続きましてタンク永井選手お願いいたします。今マシモが言った通り2年前多分足を引っ張ったのはこの俺だけど、この2年間で培ったものを全部つけて、まあ、俺たち呼んだことをこの全日本プロレス後悔させてやりたいと思います。ありがとうございました。続きまして吉井豊西村治組ですが、西村治選手より、コメントが届いておりますね。そちらを紹介させていただきます。吉井選手とは新日本ヨーロッパ CWA トーナメントカルガリー合宿ムガワールドと今まで多々同じ時間を過ごしてまいりました。まさしく同じ教科書を開いた中であります。進化しすぎた現代のプロレスの中に決してなくしてはならないものを改めて2人で追求したいと思います、ということでございます。それでは吉井豊選手意気込みのコメントをお願いいたします。はい、今パートナー素晴らしいコメント来ましたが、まあ、西村さんとはまあいろいろありました、一緒にやってみたけど、離れたり、でもこうやってねまた結びつくのも何かの縁だと思います。優勝するための縁だと思いますので、もう一人の吉井隆がまた俺に言ってます。西村治と組んで優勝しろよ、期待してるぞと。まあ優勝もちろんですが、何か二人で必ず何かを残したいと思います。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして A グループ宮原健人ジェイク・リー組より、まず宮原健人選手コメントをお願いいたします。はい、この年末のビッグイベント、最強タッグでチームとしてまだ結果を出せてないので、これはチームとして結果を出すべき、イベントだと思っているので、ネクストリームという名前をこの最強タッグで優勝という形で終えたいと思います。以上です。ありがとうございました。続きましてジェイク・リー選手お願いいたします。はい、今回私初出場ではありますが気負いは全くありません。ネクストリームというチームをより強く誇りを持って優勝を目指して精進していきます。ありがとうございました。続きまして、グループ A 西良寺不動力也組よりまずは西良寺選手コメントお願いします。かなり自信があります。不動力也とランゼンドとして優勝したいと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして不動力也選手お願いします。今回、名前を、ルグル絶好のチャンスと思ってるんで結果を残してランゼンドの不動力や存分にアピールしようと思ってます。ありがとうございました。それではグループ A 永井光也ブラックタイガーセブン組より、まずは永井光也選手意気込みのコメントお願いします。俺たちダークナイトメアが優勝して世界タッグそのベルトに挑戦させてもらう。ありがとうございました。続きましてブラックタイガーセブン選手お願いいたします。特に何もありません。ありがとうございました。それでは続きましてグループ B でございます。
大森高尾、曽谷学ぶ組より、まずは大森高尾選手より意気込みのコメントをお願いいたします。はい、いよいよ、年も迫ってきて最強タッグの季節、自分から呼びかけて、再結成ゲットワイルドなんで、2012年に、優勝したあの時の歓喜を、再び味わいたいと思います。ありがとうございました。続きまして、曽谷学選手、お願いいたします。はい、4年ぶりの、ゲットワイルド復活ということで、両国でですね、一つ、大森さんに試合中にバイプースで殴られるという行為を私は受けまして、まあ、本来であるなら、あのプロレスタッグチームというのは 1+1 が2でも3でも4でも5でも6でもなると思うんですけども、今の私と大森さんの気持ちはもうマイナスです。ただこのマイナスをこの残りわずかの、そして試合を含め、そこでもう一度ゲットワイルドの絆を深めていきたいと思っております。あとは大森さん次第。ありがとうございました。続きましてグループ B、スーパータイガー佐藤光組、スーパータイガー選手、コメントお願いします。今回のトーナメント、ワールドリーグ戦、先ほどはこの佐藤光君と、私が組んだというのは、ただじゃ済まない。この佐藤光が僕のスイッチを押すことによって、この戦い、チームとの戦いになる、そういう激しい試合に持っていきたいと思います。最終的には A ブロック、B ブロック、エボリューションで決勝やっていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして佐藤光選手、お願いします。スーパータイガー選手の気合が空回りしているのが不安でなりません。菅間選手から手のいい、チームシャッフルとして、されて、一気に、エボリューションの不良在庫、はぐれエボリューションと、2人がこっち側に来てしまいました。ただ押してはいけないスイッチをスーパータイガーたくさん持ってますんで、対戦チームだけでなく、互いの所属している団体の、方々にも迷惑をかけるように一生懸命頑張ります。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、土井浩二熊五郎組より、まずは土井浩二選手、コメントお願いします。この世界最強タッグリーグ戦にレストランの代表として乗り越えます。後先、あまり考えずに一戦一戦、全力で、打ち込んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして熊五郎選手、コメントお願いします。レストランの熊五郎です。僕自身初めてのタッグリーグ戦なのですが、非常に気合も入ってます。タッグパートナーの小池さんと一緒に優勝をつかみ取りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、続きましてグループ B、 世界タッグチャンピオンチームゼウスボディガー組、ゼウス選手よりまずは意気込みのコメントお願いします。この最強タッグリーグ、この戦いを通じ、どのタッグチームが一番全日本プロレスで強いのか、それを証明してみせます。ありがとうございました。続きましてボディガー選手、お願いします。はい、この世界タッグベルトに、恥じないよう、目指すは優勝あるのみです。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、秋山純、剣道家臣組より秋山純選手、意気込みのコメントお願いします。はい、パートナーが謎の欠席ということで、ちょっとチームワークの方がいまいちどうなるか分かんないですけども、まあ、 どうなるか分からないチームの方が僕は面白いと思ってるんで、もちろん出るからには優勝狙います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後となりました、グループ B、 野村直也、青柳優馬組より、野村直也選手より意気込みのコメントお願いします。まあ、去年も青柳と一緒に、まあ、この最強タッグに出場させていただいたんですけど、まだ青柳とのタッグでまだ何も成し得てないので、まあ、今年は、最強タッグで優勝というこの栄光を掴み取りたいと思います。ありがとうございました。続きまして青柳優馬選手、お願いします。去年も野村さんと出て2年連続の出場となりますが、試合内容と
結果にこだわっていきたいと思います。結果はもちろん優勝あるのみだと思ってます。よろしくお願いします。秋山選手にお伺いしたいんですけれども、まあ、本日パートナーと剣道家臣選手が出席ということで今どのようなお気持ちでしょうか。どのようなお気持ち。まあまあ一筋縄ではいかない選手なんで、まあこの前の両国もじゃあ最強タッグこんな感じでって言ってそのまま帰ったんで、まあどうなるか分かんないですけども、まあでも本人の力量というのは僕は分かってるんで、ガチッと噛み合えばいけるんじゃないかとまだ思ってますよ。そのガッチリいけるっていう手応えは先日の両国大会で、まあ、初めて組んでより実感できる。いや実感というかあれぐらいの噛み合い方でも勝ってるってことはガチッと噛み合えばいけるんじゃないかという感じですね。で何もやってないですからね家臣、もうちょっと出てしっかりやればいけるんじゃないかと思ってます。宮原選手と沢間選手にお伺いしますが、去年お二人で優勝していますが、今年はまあそれぞれ信頼できるパートナーというパートナー去年と変えて臨むんですけど、そのここの大会に臨む 上で1年前とその臨む前の気持ちですか、こう変化どういう変化というか心境の変化ありますか。はい、まあ、去年はもう、ね、やる前からこれダメだななんて思ってて、まあ結果的には優勝という形になって、まあ、優勝してもまあ割れると、まあ、初めからまあダメなものは組む必要なかったなというのが、去年の心境で、まあ、今年はね、まあ、パートナーも青木なんで、気持ちよく、流星に挑める、そういう心境でいます。去年後ろにいる人と組んでたことすら今僕の中で今思い出したぐらいなんで、っていうことは今年優勝すれば2連覇と、なおさら俄然気合い入りました。あとすいません、ゲットワイルドのお二人にお伺いしますが、両国の試合は揉めたままでしたけど、その後仲直りしたんでしょうか。まあ、椅子で殴った殴んない、僕は殴ってません。その殴ってる殴ってないっていう証拠はどこにあるんですか。いや、多分家臣選手のパートナーの秋山選手が見てたんじゃないかと思います。どうなんですか社長。ガオラ見ろ。ガオラを見ろって簡単なことだろお前。ガオラ見ればいいんだよ。でも編集聞くじゃないですか、ガオラっていうのは。もしかしたらそこでそれはお前ガオラに言えよお前。大森さんがうまく編集されてカットされてる可能性もあるじゃないですか。ガオラに言え。ガオラさんどうなんですか。スカパーだよバカ。同じくゲットワイルドにお聞きしたいんですけれども、今のこのままの状態でリーグ戦に臨むとかなり不安要素が大きいかと思うんですけど、どうやって軌道修正開幕までにしていくつもりでしょうか。まあ、そうですね、勝って最初にタッグを組んだ時から、どっか危うい中でやりくりしてきたチームなんで、相手パートナーを信じてるか自分を信じてればなんかついてきてくれるんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい、まあリーグ戦が始まれば、それなりに気合いも入ってくると思うので、やっぱり目指すは優勝したいという気持ちはおそらく2人とも持ってると思うので、そこがちゃんと噛み合うか噛み合わないかは大森さん次第ということですね。レスランの土井選手と熊郷選手にお伺いしたいんですけれども、今回初出場ということで同じブロックに、まあ、対抗戦のきっかけになった前にいる秋山さん、野村選手、阿部選手とこの3人がいますけど、やっぱりそこは意識されますか。そうですね、まあ、どのチームも注意していかなきゃいけないっていう感じなんですけども、まあ、野村、青柳以外のチーム全チームは、要注意してます。
そうですね、前回の、あ、前回じゃないか、後楽園ホール、10月の全日本さんの後楽園ホールで両者リングアウトになってしまったので、僕はしっかり決着をつけたいと思ってます。以上です。土井選手は以前からの秋山さんとの戦いを望まれてたんで、今回いい機会になるかと思うんですけど、それはいかがでしょうか。そうですね、まあ本当だったらシングルっていうのが僕はやりたかったんですけども、まあ、リーグ戦の中での、1試合ということで僕は考えております。それでは最後に、ドリーファンク PWF ドリーファンクジュニア PWF 会長より、ご挨拶でございます。Real World Tag Team Championship Tournament Rekishi wa Subarashikata desu Minasama 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 For Giant Baba Jumbo Tsuruta Sheik Butcher Zafunks Minasama Everybody Ganbatte kudasai. Fight them. Go for it. Beat somebody up. Real World Tag Team Championship. Ichiban no. Nihon. Ichiban no Pro Wrest Tag Team Tournament. Minasama. Do your best. Ganbatte kudasai.ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。それでは、最後に、記念撮影の方に移らせていただきます。I had to finish the photos. I did a couple of videos.